皆さん、こんにちは。私は埼玉県埼玉市にあります日本キリスト教団最大通り教会の牧師の庄司昭雄と申します。今月7月13日に行われました現代の伝道パート2、心病む時代の中での集会のレポートをさせていただきます。7月13日、日本キリスト教団埼玉新生教会を会場に、日本キリスト教団埼玉地区伝道委員会主催の集会を持たさせていただきました。教会にはさまざまな方々がいろいろな問題を抱えてお見えになります。その中には心病む方々も非常に多くいらっしゃいます。少なくても半数以上の方々は何かしらの心の病を抱いておられるようにお見受けいたします。それだけ今の世の中は非常なストレス社会になっているようであります。時にはホームレスの方が訪ねてこられることがあります。いろいろとお話をお伺いしたり、時には食事等を提供することもありますが、それくらいしかできないことに無力さを感じることがあります。教会は福音を伝え礼拝を捧げる場ですが、もしかしたら教会の玄関先で人が倒れているにもかかわらず、気づかないままで自分たちだけが安心に暮らし、時には教会の中で立派な議論をし続けているのではないかという、そういうもどかしさを覚えることがあります。実は今回の研修会を開くきっかけになりましたことは、昨年 CGMTV の収録をきっかけといたしまして、私は35年ぶりに片柳福音自由教会の滝田真嗣牧師と出会う機会が与えます。彼は大学の聖書研究会の仲間で、私よりも1学年下の後輩でしたが、久しぶりに会った彼が開口一番に語ったことは、僕だけが1年留年してしまいましたということでした。理由は伝道に夢中になりすぎて卒業単位を落としてしまったということでありました。そのことに非常に私は感動し感謝したわけですが、もう一つ大切なことを彼から教えていただきました。実は教会が NPO を立ち上げて運営しているグループホームがありますということで、そこに案内をしてくれました。そこには心の病を抱え社会的な自立を目指しておられる4人の方が、教会の方の心を込めた奉仕の下で、安心して暮らしていらっしゃいました。そのような姿を見たときに、教会として何か地域社会のためになすべき技があるのではないかということを示されまして、今回片柳福音自由教会の滝田真嗣牧師と施設運営の責任を持っていらっしゃいますお二人の方をお招きいたしまして、埼玉地区伝道委員会主催の資料会を今回持たさせていただきます。その話を聞いて非常に教えられたことは、教会は誰でも安心できるそういう場であるんだということであります。心病む方々が来られても教会は安心する場である。そのようなですね、実践的な話を聞いたときに、今の教会としての欠けたる点があるのではないかなというふうに示されました。この研修会の内容は日本キリスト教団埼玉地区のホームページにアップしておりますので、直接お聞きになることができますので、ぜひ皆さんこれを機会にお聞きください。以上、埼玉県から庄司昭雄がレポートいたしました。